くりした。自分のライブで紫以外の明かりを見たのは初めてだったので、いや、ありがとうございます。あ、嬉しい。なんかもちろんお誕生日に集まってくれた皆さんに対しての感謝の気持ちもいつも以上にありますが、なんかやっぱりずっとこう入籍があってからみんなに会えるタイミングがなかったので、正直心配っていうか不安なこともいっぱいあったんですが、ちゃんと今日報告できて、あ、祝福してくれてるんだっていう気持ちがすごく伝わってきました。本当に去年結婚したいってライブで大説教して、何の予定もないのに全く予定もみじんもかけらもなかったのに、素敵な出会いがあって、今日に至るわけなんですが、先日、6月1日に実は挙式を挙げてきました。本当に家族と本当にプライベートでお世話になっているごくごく少ない身近なお友達に祝っていただいて、あ、私結婚したんだなっていう気持ちがまた増したわけですけど、それもちゃんと今日皆さんに報告をしようということで、今お話をさせてもらってますが、もう一つお知らせがあります。実は赤ちゃんを授かりました。いろんなお仕事ありましたし、これから私どういう選択をするのかいろいろ考えることありましたけど、やはり母になるこんな素晴らしい贈り物を神様からいただいたので、しっかりお仕事はやらせていただきながら、いつかちゃんと私自身の言葉で皆さんにお伝えする日を、不安な気持ちを交えながらですが楽しみに待っていて、今日6月19日、皆さんに初めてお話しできる機会を作っていただきました。もう本当にこれを言うまですっごい心配だったんですけどでも今までそのいろんな情報が、私自身の言葉ではなく先にテレビだったり、記事だったりそういう形での報告になってしまってたことが、私自身本当は自分で言いたかったっていう気持ちが一番大きかったので、このことだけは自分の言葉でちゃんと目の前で直接みんなに伝えたいということで、今日を迎え、そして今無事に報告が終わりました。ありがとうございます。喜んでいただけますか。ありがとう。ありがとう。いやもうおなじみここにいるみんなができれば父であり母であり兄であり姉であり弟であり、本当にみんなで、みんなが私のファミリーになってくれると嬉しいなと思っているので
は何もないです。もう今伝えなきゃいけないことは今の段階6月19日の時点ではありません。なのでこれからはちゃんといろんな報告を、まあ、私の場合はブログをやらせてもらっているので、そこから通して皆さんにお伝えすることも増えていくと思いますが、どうぞ、変わらず応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よかった、よかった。みんなが生徒福祉で喜んでくれることが本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。